今回の雑学はこちら。はい、色のついた石鹸の泡はなぜ白いのかと。黒い石鹸や青い石鹸、しかし泡立ててみるとなぜか色は白いと。なぜ色が出ないかというと、石鹸の泡の膜が球面になってるから、膜が球面だと入ってくる光の屈折率が大きくなって光が乱反射するためなんですね。なので膜に色がついていても人間の目だと白く見えてしまう。それに石鹸を染める原料に顔料が使っているというのもあると。顔料の分子が水の分子と合体して、もう溶けずに水の中に分散する。なので水の色は顔料の影響を受けにくいと。それで泡の色も白くなってしまうと、ということです。